エントリー回数がピカイチ、正真正銘の負けない5分足トレードを紹介します。はい、どうもこんにちは。投資塾の陽介です。最近ね、仮想通貨や株、それも日本だけではなく米国株を含めて軒並み大きく上昇したり、また少し前には米国の長期金利上昇したで米国株は下がったりで忙しいですね。そこで皆さんはバイナリー以外に何かリスク資産への投資っていうのは行ってますか？僕はポートフォリオを組んで FX だったり株式、あとは不動産投資だったり分散はしていったりしてるんですけど、とはいえバイナリーで稼ぐ力をつけるっていうのが一番の近道ですので、まずはバイナリーに注力してもらえればと思います。ということで今回の手法なんですけど、15分取引の5分間を用いる手法です。冒頭でも言いましたが負けない5分足です。これどのくらい負けないかっていうと、3日前にバイナリーを始めた塾生が3日間無敗を記録し37連勝を叩き出したことです。それを聞いたあなたは、それって本当なの？初心者の私でもできるんですか？っていうふうに思うと思うんですよ。確かに理論上期待値を高めるかポイント数を増やすかで偏るケースが多いんですが、この手法は異次元です。エントリー回数が1日100回以上と多く、インジケーターも2つでめちゃくちゃ簡単です。それに過去1年間のバックテストを取り、安定勝率が 82.9% とかなり期待値が取れるものなので、効率性の高い仕様になります。実際にバイナリー初心者の塾生がすぐに収益に結びつけることができたので、知識がないからできない、経験がないから不安って思う方は、まずはこの動画を最後まで見て実践してください。そしてその後どうなったか、稼げるようになった、負けてしまった、本当何でもいいので報告してもらえれば、その方に合った方法でアドバイスできるかなと思いますので、気持ちの強い方からのご連絡をお待ちしております。さて今回も仕様の解説をしていきます。これ見ていただいて分かると思うんですが、すでにインジケーターを挿入しています。今回使っていくインジケーターはボリンジャーバンドとオーサモシレタになるんですが、数値がかなり重要になってきますのでしっかりと聞いておいてください。ではまずボリンジャーバンドからですね。こちらのボリンジャーバンド挿入していきたいと思います。まずこちらナビゲーター開いていただいて、こちらですね、このボリンジャーバンドを選択してください。でまずこちらパラメータのところで、こちらの期間を21で、偏差を2、適用価格をクローズで設定をしてください。こちらの色はあなたのお米の色で大丈夫です。僕は普段青を使うことが多いのでこちらで設定をしています。でこちらの設定ができましたら OK ボタンを押しましょう。でこちらのボリンジャーバンドっていうのは移動平均線を一定期間乖離させたものになるんですね。簡単に言うとボラティリティ、つまり値幅の変動と値動きをビジュアルで判断できるもので、今の相場の値動きが大きいのか小さいのかっていうのが一目でわかります。今がトレンドなのかレンジなのかっていうのが判断できるテクニカル指標になるんですね。では続いてはこちらのオーサモシレーターを入れていきます。まずこちらナビゲーターからこの下の方ですね、このビル・ウィリアムスの中にありますオーサモシレーター、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が出てきます。まずこちら色の設定のところで、上昇が緑色、下降が赤色で設定しています。で次にこのレベル表示のところから0と追加してください。でちなみにこちらね、こちらの追加から追加できます。でもしこちら数値が先に入ってるよって方はこちらの削除から消せますので、この状態を作ってください。で設定できましたら OK ボタンを押しましょう。でこちらのオーサムオシレーターっていうのはテクニカル仕様の開発として有名なビル・ウィリアムスによって考案されたインジケーターです。でこのチャートにもあるようにオーサムオシレーター、こちらをチャートに入れるとサブチャートの部分に緑色と赤色の連なったヒストグラムが表示されます。ヒストグラムは0ラインを起点としていて、1つ前の値よりも上昇していたら緑色のバーとなり、逆に1つ前の値よりも下降していたら赤色のバーが表示されます。相場が上昇すると0ラインを上抜け、逆に下降すると0ラインを下抜けるため、0ラインを起点としてトレンド方向を見える際に便利です。以上で設定は完了となります。それではメインの部分、皆さんお待ちかねのエントリー条件をお伝えしていきます。そしたらまず最初に確認していただきたいのがこのボリンジャーバンド、こちらがスクイーズ状態であることです。これが一つ目の条件ですね。でスクイーズ状態っていうのはこういった形でスクショしているのがわかると思います。でこちらが確認できましたら次にエクスパンションを確認してください。でこのエクスパンションっていうのはこういった形でボリンジャーバンドの両端がしっかりと開くことを言います。でそれが確認できましたらローソク足の陰線がマイナス2シグマ、こちらにしっかりとタッチしている、もしくはブレイクしている部分を探すようにしてください。なのでまさしくこういった部分ですよね。
しっかりとブレイクしているのが確認できるかなと思います。そして多さも知れた、こちらが下降傾向バーであることを確認してください。それが確認できましたら、その次足で5分順張りでエントリーとなります。なのでこのポイントで言うと、このローソク足が完全にエクスパンションしている、そういったのが確認できますので、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマ、こちらに陰線が突き抜けている、まあブレイクしているのが確認できますので、こちらのローソク足の継ぎ足でローエントリーでしっかりと勝つことができています。ではもう一度ロジックのおさらいをしていきたいと思うんですが、まずスクイーズ状態であることを確認することです。そしてエクスパンションを確認する。なおかつこのようにエクスパンションが確認できる陰線がしっかりとマイナス2シグマにタッチ、もしくはブレイクしていることですね。でその際にオーサムオシレーターが下降バーの表示であることです。これらを確認できましたら、継ぎ足でローエントリーでこのようにねしっかりと勝つことができています。でここもそうですね、同じくローエントリーのポイントです。まずこちらのボリンジャーバンドがスクイーズ状態であることを確認することです。まあわかると思うんですけど、エクスパンションする前のこの状態、スクイーズ状態であることをしっかりと確認してください。でそこから両端に開くエクスパンションを起こしていること、このようにエクスパンションを起こしている際に陰線がこのマイナス2シグマ、こちらにブレイクもしくは抜けていることを確認します。でその際にオーサムオシレーターが下降バーの表示であることを確認すること、以上2つを確認できましたら、次足でローエントリーとなります。そうするとこちら陰線形成されてますので、しっかりと勝つことができています。したらどうです？まあシンプルで分かりやすいとは思うんですが、エクスパンションの反応が少し難しいっていう風に感じた方もいると思います。実際これが基準となる大事な部分なので、この段階で不安だよって思う方はもう一度見直すようにしてください。ただこれここまでは一度見てると思うので、冒頭から戻る必要はないです。まあ本当にポイントだけ絞って見てもらえればと思いますので、効率よくやっていきましょう。はい、したらこちらはハイエントリーのポイントですね。まあこちらも同様に、まず最初に確認していただきたいのがこのボリンジャーバンド、こちらの手前がスクイーズ状態であるってことです。これが一つ目の条件ですね。でこのスクイーズ状態っていうのは、まあ先ほども説明したんですが、こういった形でボリンジャーバンドの幅が縮小している部分です。まあ、しっかりと全表示すると、まあ、こんな感じですね。縮小しているのがわかると思います。でこちらが確認できましたら、次にエクスパンションしていることを確認してください。本当にエクスパンションっていうのはこういった形でボリンジャーバンドの両端がしっかりと開くことです。でそれを確認できましたら、ローソク足の陽線がプラス2シグマ、まあ、しっかりとタッチしている、もしくはブレイクしているっていうような部分を探してください。まあ、こういったようにしっかりとブレイクしているのが確認できると思います。でそしてオーサムオシレーター、こちらが上昇バーであることを確認してください。それが確認できましたら、その次足で5分順張りでハイエントリーとなります。なのでこのポイントで言うと、こちらのローソク足で完全にエクスパンションしているのが確認できますので、ボリンジャーバンドのプラス2シグマにこちらの陽線が突き抜けている、まあ、ブレイクしているというのが確認できますので、こちらのローソク足の次足でハイエントリーでしっかりと勝つことができています。でこっちももう一度ロジックのおさらいをしていきますと、まずスクイーズ状態を確認することです。その後エクスパンションを確認する。でなおかつエクスパンションが確認できる陽線がしっかりとプラス2シグマにタッチ、もしくはブレイクしてるってことです。でその際にオーサムオシレーターが上昇バーの表示であること、これらを確認できましたら、次足でハイエントリーをかけていきます。そうするとこのようにしっかりと陽線形成されているので、勝てているのがわかると思います。そしたらここもそうですね、ハイエントリーのポイントです。まず最初に確認していただきたいのがこちらのボリンジャーバンド、こちらが条件揃う前にしっかりとスクイーズ状態であることです。そしてその後エクスパンションを起こしていて、こちらのプラス2シグマにしっかりと陽線が形成されている、ブレイクもしくは突き抜けてるってことが条件となります。でこれを確認できましたら、オーサムオシレーター見ていただいて、この上昇バーの表示であることを確認していただきます。以上2つを確認できましたら、次足でハイエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線形成されてますので、しっかりと勝つことができています。それではここで注意点をお伝えしていくんですが、まあ、とにかく間違えないってことですね。まあ、エントリー条件さえしっかりと守ることができれば特に問題はないです。まあ、これ MACD と似てるインジケーターなんで、ゼロラインを基準に上向きなのか、まあ、下向きなのかっていうのを確認するだけに見えるんですが、しっかりと上昇バーであるか、または下降バーであるかっていうのを確認するようにしてください。まあ、これ結構ごちゃごちゃになる方多いので、慣れるまでは何度も繰り返しやるようにしましょう。それではここでワンポイントアドバイスです。まあローエントリーの場合はエクスパンションしていて、陰線がマイナス2シグマをタッチ、もしくはブレイクしてるってことが条件ですし、基準になりますよね。逆にハイエントリーの場合、エクスパンションしていて陽線がプラス2シグマにタッチ、またはブレイクしてるってことが条件ですし、基準のポイントになりますよね。
逆にハイエントリーの場合、エクスパンションしていて陽線がプラス2シグマをタッチまたはブレイクしてるってことが条件ですし、基準になりますよね。まあスクイーズ状態が長い時にのみ取引を行うことで期待値を高められるっていうことです。でこのエクスパンションする前のスクイーズ状態が長ければ長いほど、エクスパンションした時に強いトレンドが生まれる可能性が強いんです。逆にスクイーズ状態が短いのにエクスパンションが起こる場合は騙しの可能性がありますので、期待値を高めたいっていう方は見送るようにしましょう。したらどうですか？今回の動画はボリンジャーバンドとオーサムオシレーターを活用した5分足を解説してきました。条件やルール等をしっかりと守っていただければ初心者や投資未経験であってもかなり収益ができますので、今の現状を変えたいっていうふうに強く思っている方はぜひ活用してみてください。でこれ結果などっていうのを LINE で報告してもらえると嬉しいです。はい、では今回はこのあたりでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。